YouTube の見方の説明をします。まずはこのリモコンで右を押します。ちなみにこれ立ち上がった状態ですでにホームが出てます。右を1回、反応が今ちょっと遅い。1回、2回で真ん中のボタン、これ真ん中のボタンを押します。で、今テレビの中で YouTube が開いてます。その後にこっちの今度はタブレットで YouTube を押します。で、その後にこのマーク、この枠の左下にちょこちょこんっていうこれだね。これです。ここをよっ、押してあげると俺の名前が出てくる。で、今度は俺の名前を押します。この状態で今、タブレットとつながったことになりました。で、こっからはこのメガネボタン、虫眼鏡ボタンで検索してあげる。例えば、裕次郎というような感じです。で、そこからは動画を選択して再生。以上でテレビに YouTube が映ります。はい、以上。